みなさん、こんにちは。ソリータナシコとリミです。はい、というわけで今回ですね、私たちの今回の夜ご飯を大きなスーパーでね、お使いをしていきたいと思います。はい、リミちゃん、買えますか？で、今日はね、しーちゃんが4年生で、リミが2年生なので、ちょっと難しくしたいと思います。もう私、めっちゃ回ったじゃない。そうだよ、40歳だもん。じゃあ今日の2桁の9。あ、そっか。じゃあ今日のお使いはスペシャル難しい。スペシャルで、あいうえおのつく食材で、今日の夕ご飯を考えてください。自分たちで考えるのね。そう、何々と何々を買ってきてみたいな。え、あいうえおじゃないとダメなの？そう、だから最初にあがつくもので一つ買って、アイスしか思いつかない。さあ、夜ご飯アイスの嫌だな、それもね。デザートアイス、あれ、なんかいいよ。やった、いいよ、夜ご飯アイスだ。今アニメを、じゃあうが、お、違う、おがオレオにしよう。そうすればオレオが、じゃあアイスとオレオでお菓子になっちゃう。アイスはお菓子じゃないよ。そうなの？デザートって。デザート。時間制限とかないですか？時間制限はないです。時間制限すると欲しいから。でも普通にゆっくり考えてる。でもママとパパはいないからね、2人だけで売り場で。うん、分かった。考えるんだよ。ね、じゃあ早速やっていきたいと思います。レッツゴー。大丈夫だよ、ルミ。ルミ絶対ならない。いるよ、私、ミーが。じゃあ、持ってて。買った。いってらっしゃい、じゃあお願いします。パン屋さんだよ。うん、パン屋さんに待ってるね、じゃあ。待ってて、バイバーイ。バイバーイ。バイバイ。じゃあ、リミ、あいうえおだよ、わかる？何か。あ、今日の夜ご飯だよ。あ、いいわ、いい。枝豆、枝だよ、枝豆。あから始めよ。あ、何にする？なんだろうね。あでは。意味あっての食材聞いたことない。すごいドアップ。あ。味わいすぎ。これはちょっと違うかな。じゃあ、あの食材探そう。うん。うわ、お肉なんだっけ？あ、そうだ。オレオじゃなくて？お肉。肉だったら何でも買っていいのかな。待って、何を作る？何作る？作るものにもよるよ。適当にかけてママにお料理してもらう。難しいですね。ですね。粗挽きウインナーどう？あ、いいじゃん。買う？いつもこれだったっけ？あれどれだったっけ、いつも。だけど、あ、つかないとダメじゃない？うん。だから、粗挽きウインナー。これか。粗挽きウインナー。これでいいか。2個ついてた。これでいいよ。まず最初の青は、粗挽きウインナー。で、次を探しましょう。今なんだ？イカ、イカしか思いつかないよ。イカ。フルーツとかでもいいんだよね、フルーツ感。イだよ、イ。イカと椅子しか思いつかない。椅子。あと、いないいないバード。
いないないわいいいだよ、いいいいいいこっちもう、あの、除菌とかのやつだね。こっちは食べ物じゃない。田舎。いい。いいだよ。いい。いい。いい。イカ。じゃあイカ買っちゃう。でもアラビックウインナーにイカなんて合う？合うよ。合う？合うよ。だってね、あのね、ソーセージとね、イカのね、パスタ見たことあるよ。パスタでしょそれ。CM でやってた。CM でやってた。はい。イカ、イカにする？じゃあいいよ。スルメイカ。イカって高いかな？イカって高いか？分かった？イカって高いか？イカってあげる？イカそうだよ。これは？ディー、こういうの大好きだよね。大好き。醤油とわさびにつけて食べるのが好きなんだよね。買っていくじゃん、これイエーイ。イエーイだよ。イエーイ。うわうなぎ。うなぎ、またお魚行くの？うなぎ嫌だ、耳嫌い。私もうなぎ喉に刺さった記憶があって、あんま好きではない。そうだよ。耳もさ、なんかうさぎしか思いつかない。デザート見ない、デザート。デザート。今日はコショウ。なんでかきくけこになってんの急に。なんでこになってるの。おかウインナー。こういうとこちゃんと見に行こう。なんかある。なんかあるかな。梅干し。梅干し買いに行く？うん。梅干し。梅干しは確かあっちかな？梅干ししかないよ。あ、お好み焼きの子。お、お好み焼き。梅干ししかない。楽しい。本当？ごめんじゃない？ほら、脇町か。あれ、梅干しってどこだ？梅干し売ってないかな。あった、梅干し。梅干し。エビチリ。え。梅干しもこう見るとすごい、なんかすごい種類があるんだね。どれにする？梅干しママね、買ってた。何買ってたの？え、うすしお味とかさ、しそ味とか、はちみつ味とか、いろんなのがあるんだね。うすしお味。うわ、梅干しにします。はい。味とかわかんない。はい、じゃあ入れてください。じゃあ次、え、あゆう、え、あ、うわ、うどんでもよかった。うどん、うどんにする。梅干しよりうどんの方がよくない？じゃあ梅干し買いて。じゃあリミ、冷凍食品のとこ行こう。なんでしーちゃんうどん好きなのにさ、うどん分かんなかったの？思いつかなかった。考えると思いつかないよね。そうなんだよね。よっしゃ、冷凍食品に来ました。じゃあうどん買う。うどんいつもこの辺、あ、もっと奥だ。もっと奥、もっと奥。さぬきうどん。これにする？さぬき、さぬき、いつもこれ？多分それだと思う。やっぱり変えて、うわうわ、梅干しじゃなくてうどんにしました。
え、どうする、え、鉛筆ぐらいしか思いつかない。お菓子見に行こう、お菓子。お菓子だったら絵ありそうじゃない。うどんにさ、イカ入れたら美味しいかも。うどんにイカとソーセージ入れて、あとね、おはお肉にするから、今日はうどんだ。おはお肉にするの？うん、普通に肉じゃなくて、お肉。お肉なの？うん、お肉なの。はいはい、わかりましたよ。絵だよね、絵。うん、君見つけちゃったんだけど。え？見つけちゃった。え？え？見つけちゃったんだけど。塩分チャージどう？いいよ。これよくない？塩分チャージ。え、だからおだよ、お。お。おは何かわかる？お。これ見たことあるパパ。しかお肉かお寿司だよね。お肉、お肉って普通肉で、お寿司もさ普通寿司じゃないの？ねえ、一本ずつ。アイスさ、お肉。やばい、もう20分経ってる。お肉。お肉見に行こう。じゃあイカがいいのかな。柔らかいお肉ってなんだろう、わからない。ママに行くの。何にしよう、これ5つ目はお肉です。揃ったので、はい、パン屋さんに行こっか。ちょっと待って、作れそう、これで作れる。塩分のタブレットって使える？塩分タブレット使える？使えない、使えない。お、ゴール。そうです、ゴールなんだけど、うん、分かんなかった、分かんなかった。変えた。結果はまず、あ、でしょ、粗挽きウインナーでしょ。おで、イがイカ、イカ、イカ、イカで、うがうどん、うどんで、えが塩分チャージ。塩分チャージ。しかもこれ家にあるし。それで、おがお肉なんだって。お肉、普通肉と寿司とかさ、普通さ、おつかなくないって言ったら、うん、おつくな、お肉でいいな。じゃあ、ほぼりみさんが選んだのかな。いかも、これね、読めなかった。またこれは私が選んだ。じゃあ今日の夜はうどんだね。うどんだね。イカと肉と肉まみれ、ウインナーとお肉とうどん。これがなんとも言えないね。では塩分チャージしないと。食後に塩分チャージし、塩分チャージしないとね。はい、ありがとう、ありがとう。これでご飯食べます。前回ね、スーパーで、そうそうそう、アイエオのお買い物したでしょ、りみちゃん、うん、今度はダイソーで、かきくけこをしてください。そう、いいですか？いいですか？はい。はい、じゃあね、2人で考えてよく相談して買うんだよ。パパとママには聞かないように。いいですか？へぇ。レッツゴー。レッツゴー。え、バラバラがいい？バラバラにするじゃん。バラバラがいいならバラバラで。バラバラで。じゃあバラバラ。同じものが買えるか。そうだね。テレパシーか聞く結構。じゃあテレパシーも兼ね備え。一致したらすごいね。ね。じゃあ2人で別々のものに、別々に買い物したいと思います。はい。なのでじゃあ最後で買ったものだけ答え合わせしましょう。はい、はい、じゃあ本当にレッツゴー。レッツゴー。かきくけこ。うん、かきくけこ。レッツゴー。はーい、バイバーイ。じゃあリミちゃん行こう。か、まあ、かだよ。かか。どうする？ゆみちゃんが考えて。かき氷しか浮かばないの？そう。かき氷ここ売ってないよ、さすがに。飾り。幅広いね。髪の毛。
髪の毛これどうやって買うのよ。欲しい人いっぱいいるかもしれない。髪か。髪。書く髪ってこと？髪。いいけど幅広いね。なんで？いいよ、じゃあ髪でもいいよ。落書き帳。じゃあ落書き帳を見つけて、この辺じゃない？落書き帳だとこの辺だよ。こういう紙？でっかいのに。いいよ。目に近いから。うん。これ大きすぎるから。いっか。いい？大きいのでいいの？うん。オッケー。じゃあそれ紙の紙ね。はい。次木。木。木どうする？木。柿の種。ママが言っちゃダメ。柿の木なんてないよ。どうする？木でしょ。木。あ、木。金魚。金魚いないや。金魚の餌と思ったけど、でも金魚いない。どうする？木、まず木を考えてからじゃなきゃ進めないね。木、うん、頑張れ。意味が考える。金、金の折り紙。金の折り紙買う。はい、じゃあ金の折り紙買う。じゃあ金の折り紙行きましょう。工作系、工作系ね。あ、あったよ、金の折り紙。金の折り紙あったね。どれ？金、これ、これでいっか。これ黄色かな。これ黄色、これ黄色、黄色、こっちも黄色。これでもメタリックだね。めっちゃでっかいのもあるよ、ほら。ジャンボ折り紙だって。ね、それすごい、これ。これはでも金色以外も入ってんだよ。うん。すごいジャンボ折り紙だ。リミ好きそう。見て。うん。すごい。ね。見てこれすごい。すごいね。じゃあこれね、金色の折り紙ね。金の折り紙。じゃあ次、かきく。く。く。くが来ました。くじゃく。くじゃく。くじゃく。くレヨン。クレヨンにしようじゃん。いみちゃんはもう文房具で揃いそうだね。ここですね、クレヨン。うん。次、24色にする。わー、すごい、こんなの売ってんの？いいじゃん。いい。うん、じゃあこのクレヨンね。はい、じゃあクマで行ったからしほちゃんと合流しましょう。半分行ったらちょっとママしほちゃんと一緒に行くね。もうここで揃えたい。うん、じゃああと考えときな、頭の中で。カキクマで行ったからケとコね。じゃあ考えといてね。はい、じゃあしーちゃんと合流しました。というかママとしーちゃんで今度結構選びたいと思います。あ、決まってんの？素晴らしい。あれ忘れた。あれ忘れた。あれ決まってんの？決まってんじゃなかったの？あ、コア、じゃあコから行こう。コアもやった、コアもやった。じゃあコから行こうか。ケも思い出した。思い出した。何？携帯ね。携帯ケースで、うん、携帯ケース、携帯グッズだったら携帯は何でもいいよ。携帯ケースはどこですか？あとコはこっちなんで。あ、そっか。じゃああっち行こう。もうすぐ着く？着いた。どこ？なるほど。大好きな大好きなコロロね。あ、メロンが出たんだ。前からあった？前からあった。そっか。じゃあケね。携帯。こういうの携帯どれ？携帯。最近メイクの勉強したいなと思ったんだけど。そっか。いや、まだ早いかなと思って。もうちょっと先かな。まだね、来年あたりでも良さそうね。そうだね。じゃあ携帯ケース。携帯グッズなら携帯グッズだとあっちかな。携帯グッズこの辺かな。これが
ないけど、iPhone5 だ。5だよ、5。あー、そうね、ちょっとちっちゃい。いい用のやつ。透明がいいの ?8 だったっけな。透明がいいの、うん。透明だったらさ、ギョロ目つければすごい可愛くなる。あー。どのやつもいいんだけど。あ、これそうじゃない？あ、これ10だ。10、10。クリアケース。10。10ばっかりだね。10でマックスの。8だよね。ある8。案外ないね。タッチペン付きだっけ？ん？タッチペン付き。すごい。でもなんかでかくない？これも10だ。iPhone 10用。この辺だ、8。ほら。この白いのは？あ、これは？ピンク。これ可愛いじゃん。これ7、8も平気だよ。ここはギョロ目つけたらじゃん。そうだね、これにしようかな。透明がないっていうのは珍しいね。結構携帯ケースで結構終わり終了です。すごいやばい、今回は無理やりすぎる。はい、じゃあね、買ってきました、2人とも。でちょっとね、ママがしほとリミの一緒にしちゃいました、一つの袋に。なので自分のを探して出してください。分かってる。いいですか？じゃあまず蚊から。はい、お互い自分の蚊を探して。何買ったっけ？いいなぁ。じゃあまずリミちゃんから。何ですかそれ？紙。そうだね、紙ね、でっかい紙を買いました。で、しほちゃんはガールズ研究所みたいな。ガールズステーション。そう、そういうやつのセンス。ガールズの蚊ね。そう。あ、かわいい。これセンスなの？センスなの。でもまあ、ほら、画業ってのないから、うん、蚊でも、具でも、楽天は OK です。そうなの？かわいい。いいじゃん。すごい。夏っぽい。いいでしょ？うん。いや、これ、意外といい。うん。どこ？あ、すごい、この持ち方キラキラなんだね。はい、じゃあ次行きます。木。じゃあ次、木です。せーの、じゃん。じゃあ今度しほちゃんから。木。きらめくボールペン。きらめく？きらめくボールペン。はい、まあでもね、楽しく買い物するのが目的ですからね。温かい目で見てください。はい、じゃあきらめくボールペン、いいじゃん、これ。きらめくボールペン、うん、これ使えるね、かわいい。これママも欲しいぐらいかわいい、うん、いいよね。はい、じゃあリミちゃんは何ですか？金の折り紙。はい、金の折り紙。しかもジャンボだからね、これね。金だけなの？うん、他の折り紙も。あのね、金だけの折り紙もあったんだけど、あえてこのね、でかい方がいいっていうから、まあ表紙しか金入ってないけど、皆さん温かい目で見てください。楽しく買い物することが目的なのでね。はい。強調しとかないとね。じゃあ次、く。せーの。分かった？せーの。じゃん。じゃあ今度リミちゃんから。はい。クレヨン。クレヨンでーす。すごいね、24色しかも。めっちゃいっぱい入ってる。100円の。うん、すごくない？これ安いよね。ミミちゃんが欲しかったやつです。はい、じゃあ次しほちゃん。クッキングマグ。クッキングマグ。しかもこれ300円じゃん。クッキングマグね、まあいいでしょう。これでもこれは使えるね、間違いなく。これでご飯炊けんでしょ。そうだよ、レンジレンジ。これ実は欲しかったんだ、ママ。これ1人分もできるんだ。でママ、ね、いいよね。うん、なんかちょっと炊きたい時とかあるじゃん。いちごを炊けるってのはいいよね。いいよね。これやってみたい、早く。はい、じゃあ次行きましょう。じゃあ次、毛です。いくよ、せーの、じゃーん。どうしようちゃんからだ。はい、私はね、携帯ケース。携帯ケース。おお、ピンク。スマホケースです。そう、なんか透明なかったんだよね。かわいいな。これに何をするんだっけ？ギョロ目をつけるんです。ギョロ目をつけるそうです。夏っぽくていいかもね。うん。ギョロ目。なんか爽やかじゃない、このケースが。このなんかね。しかも200円でした、これ。高っ。はい、じゃあ次、リミちゃん。
はい、毛糸です。毛糸売り場にあったので一応これもなんか毛糸としてね、買いました。夏休みの工作にその毛糸も使うってことね。 OK です。何に使うと思う？わかんない。雲ね、なるほど。雲をイメージして買ったのね。そうだよ。あ、いいじゃん。はい、じゃあ最後いきます。すごいぼーっとしてた。かきくけこ、最後こです。最後揃うのかな。そうだ、今まで一個も揃ってない。絶対これは揃ってるよ。せーの、じゃん。どっちからだ？ちーちゃん。ちーちゃん、はい。私コロロです。コロロだね。しおちゃんの大好きな大好きなお菓子。私家にね、コロロのマスカットがあるんだけど、動画なかったから。そうだね、動画買いましたね。はい、じゃあ次リミちゃん。開けてるし。何ですかそれ？小麦粘土。そうだね、小麦粘土を買いました。蜜浅いのは買えばよかった。なんでコロロサイダーにできるの？コロロサイダーにしたいの、ね、これ絶対美味しい。じゃあ家で作ればいいじゃん。マスカットがあるから。スプライトならあるよ。いい、スプライトにやったら。タピオカっぽくない？おお、タピオカっぽいかも。コロロタピオカいいじゃん。コロロタピオカ流行るかも。いろんなコロロあるしね。そうだよね。メロン味とかさ、ピーチとか。メロンあるの？メロンあったよね、さっき。イチゴとみかんもある。そうそうそう、いろんな味があるのコロロ。みかんも。美味しいね。マスカットも。はい、じゃあね、これは工作に使うそうです。じゃあいっぱい食べます。はい。どうやって使うと思う？工作に使うんでしょ。これって固まる？どうだろう。固まるよ、きっと。ほっとけば固まるんじゃない？はい、わかりました。工作を語ったらリミちゃん話が長そうなのでね。そうだね。はい。はい、じゃあね、テレパシーはゼロでした。ゼロ。何も揃いませんでした。はい。ね、結構2人ともなんかひねったものが多かった気がするね。まさかそれみたいな。まさかそれっていうようなのが多かった気がします。皆さん温かい目で見てあげてください。はい、じゃあ終わりましょう。それでは、バイバーイ。行ってきます。じゃあね。カゴ取ってきてもらってます。うん、行きます。楽しみですね。今回はさ、し、す、せ、そで始まる食材で晩ご飯を作ります。何を買うのか想像もつきません。じゃあリミ、さ、し、せ、せ、そって何かわかる？さ、サランラップしか思いつかない。さ、食べ物？食べ物だと思うんだよね。さ、キウイ、キウイ食ってあげるシャツ。美味しそうなキウイがあります。サーモンいいじゃん。じゃあお刺身コーナーに困って、塩何にしよう？塩スイカ1玉1,990円。高いよ。よし、高い高い。じゃあサーモンは決まったでしょ。うん、シはシーちゃん。私買う気。お値段何百円ですか？30万ですね。高い。買えませんね。シ何にしよう？シ白滝。白滝。しめじ。あるかな。これもありました。あ、しめじカレー。しめじってどれだろう？でも、きなこ違うよ。あ、そっか、じゃあやめる？うん。し、やめちゃった。しらたき、し。しらたきしかなくない？今度お鍋で使う、おしらたき。あ、お刺身コーナーに来たよ、サーモン。なんかさ、今日の朝ごはんに入ってたやつなんだったっけ？ラーメン。ラーメンの中に
え？胡椒。違う。スープ。違う。草もあった。なんだっけ、あの星の中くて上が黄色くて下が白くて透明なやつ。ちょっと透明な白やつ。なんだ、ごめん、わからない。なんだっけ、しめじしか出てこない。何もあった？安いやつ。これかな。いや、うん、これがいい。うん。あえて高いのに。こっちは？よし、オッケー。これもホイトチノも。買って。二つ買うの？二つ買って。二つ。どれだったっけ？これだっけ？うん、これ？え、これ？181円だよ。うん。これ？安い。これかな。何で高いの？え、いいよいいよ。一回やめよう。あとで聞きに行こう。うん。しも。はい。もやしだ。はい、じゃあカートに入れてください。カートに入れてください。よし、行こう。サシスセソ、し、白滝しか思いつかない。白滝買いに行こう。じゃあ前行って。白滝はね、うん、どこだろうな。どこだろう。忘れた。白。あれ疲れてる。白滝にすき焼き入れたら美味しい。白滝にすき焼き入れたら。白滝にすき焼き入れられないね。白滝の中にすき焼きは入んない。入んない。でもこの辺だと思うんだよね。ココパスタだね。こっちかな。これ多分この辺なんだよね。あ、春雨があそこにあるんだ。この辺かな。ちょっと白滝だよね。それ春雨。ここ。マロニーがここにあるでしょ。違う、白滝はこんにゃくだ。ごめん、ごめんね、リミ。すき焼きチーズ。すき焼きチーズ。すき焼きのタレあったので取ってください。でもこれ使ってる。そう、私たちいつも黄色なんだよね。黄色のパッケージのこれ入れて。じゃあ酢は、酢はすき焼きのタレ。まあ、はい、あったぜ。白滝、白滝買っていいよ。うん、それそれそれ。深い。これ入れてください。ソース、ソース、決まったね。はい、ソはソースにします。あと背だけじゃない。あと背だけだよ。ソはサーモン、シは白滝、酢はすき焼きのタレで、背は何まだ決めてなくて、ソがソースだから、あと背だけだ。ママ、何が難しいって言ってたの？背が難しいと思うから気をつけてって言ってたよね。背、セロリ。セロリ、マヨネーズにつけて食べると美味しいんだよね、セロリ。セロリ、セロリはどこでしょう？
緑が見える野菜の方行ってごらん。うん、緑すごい。お魚そのまんま。うん、真っ白に見に行くんでしょ。この辺なんだよね、多分。緑って何？蜜葉ってない？蜜葉、あ、あとセロリ。ちゃん食べたことあるの？あるよ、これ見て、でっかいブロッコリー。ではセロリにします。はい、でもこれ全部揃ったんじゃない？すごくない？今回の夜ご飯は焼きそばとすき焼きでしょ。サーモンにセロリ、焼きそばのソース方がで、焼きそばでしょ、すき焼きでしょ、すき焼きのお肉とか買ってないから、すき焼きのサーモンでしょ、セロリ。ごちゃごちゃのご飯になりそうだね。ごちゃごちゃだね。なんかね、結構ね、スープ大きくてね、迷っちゃうよね。スーパー。あ、美味しそう。キムチ。キムチリミ好き。美味しい。美味しいよね。はい、ということでね、端っこと、ね、全部ね、買ってきた、買ってきたというか、カートに入れてきたので紹介していきたいと思います。はい。まずサワなんですか？サワ、サーモン。サーモン。こちらサーモン。うん、え、いいじゃん。夜サーモン。今日はサーモンなのね。そう、好きね、サーモン。チキ。チが？チキは？ヒラタキ。ヒラタキ。ヒラタキ。なんでこれしてんの？チが、すき焼きのタレ。おー。タレ。あ、でもお肉はない。そうだ、お肉ないけど。お肉ないね。で、次がセロリ。セロリ。セロリ、ね。これね、マヨネーズに付いてる。本当にね、美味しい。ミミ食べたことある？セロリ嫌いな人多いけどね、しゅうちゃん大好き。今日食べてみよう。リミないかもね。リミも多分、癖が強いんだけど、なぜか好きなの。うん、美味しいよね。ママのセロリ大好き。じゃあリミ最後ね、うん、ソースです。お、何これ？焼きそば。ペヤング。ペヤングのね、なんかソースみたいな。ペヤングの味になるのかな？味になると思う。じゃあ焼きそば買わなきゃいけない。そう。焼きそばない。焼きそばなんかタレとかばっかりだね。ってるよ。ソースとタレだね。ソースとタレ。ソースとタレ。メインがない。メインがサーモン。サーモン。今日サーモンにすき焼きのタレかけて食べちゃった。違う違う、サーモン、しらたきにすき焼きのタレかけて食べダイエット。チはね、醤油にしようかと思った。あ、迷ったんだ。はい、じゃあ今日も美味しいご飯を食べましょう。はい、食べましょう。美味しくなるかな。リミ、お願いね、作って。リミが調理するの？そういうことでバイバーイ。